氷と炎の国アイスランド、今日は僕たちの世界旅行の中でも一番衝撃を受けたアイスランドでの10日間の Vlog をお届けします。こんにちは。夫婦でサラリーマンをやって世界旅行しているゼウです。スミです。僕たちは死ぬまでに一度は見てみたいっていう絶景を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしております。今回お届けするのは火山、氷河、壮大な滝、夜空に輝くオーロラ、この地球上でも最もユニークな絶景が詰まっている国、アイスランドです。ついに来ました。ついに来ました。最高のアイスランドです。そう、これね、視聴者さんからアイスランドの Vlog まだですかまだですかってすごい聞かれてて、僕たち多分ね、もう4月ぐらいから編集始めてもう4ヶ月経つんですけど、アイスランドって本当に見どころが多すぎて、本当にずっとスポットを編集してるんですよ。本当に編集してるんですよ。サボってるわけではなく。アイスランドって本当に素晴らしい国で、僕もずっとサラリーマンの頃から行きたかった場所で、本当にこのアイスランドを回るためだけに会社を辞めて世界旅行を始めたと言っても過言ではないくらい、すごいね、唯一無二のスポットになってきます。日本人の皆さんにはまだアイスランドってこう馴染みのない国になるかなと思うので、まずは概要を説明しようと思うんですけれども、場所はヨーロッパ北部のこの位置、世界の中心地ニューヨークとロンドン両方から行きやすいので、世界旅行の航路としてもアクセスのいい場所になってきています。氷と炎の国と呼ばれるだけあって、国土のほとんどは火山と氷河で構成されている、世界でも例を見ない貴重なエリアになってきます。火山活動が活発で噴火が発生している時期に行けば、実際に火山を見に行くツアーもあるので、アイスランドに行く際にはぜひ噴火情報をチェックしてみてください。旅行のシーズンについてなんだけど、観光としてのハイシーズンは夏の時期で、アイスランド全土でハイキングやトレイルを楽しむことができます。一方で冬のシーズンもオフシーズンではあるんだけど、オーロラを見ることもできるし、アイスケーブツアーにも参加できて、滝も凍るぐらい寒くて天候が荒れることも多いんだけど、冬も冬で魅力たくさんで、夏と冬それぞれで楽しむことができるっていうのも、アイスランドが世界各国の人々から愛されているポイントの一つだと思います。僕たちはこれまでアイスランドを2回行っていまして、1回目のアイスランドは2月に行きました。これ本当に滝もバッキバキに凍るぐらい寒い時期に行きまして、結構ねメジャーなスポットは回ることができたんですけども、やっぱりこの道が凍ってるとか、山が閉鎖されてるってことで回れなかったエリアもあったので、その反省を生かして2回目は10月少しあったかい秋の時期に行きました。この時はアイスランド全土をぐるっと一周するリングロードトリップっていうのにチャレンジして、無事その旅を終えることができてきたので、その時撮った映像を今回のメガ Vlog でお届けしていこうと思います。でこのメガ Vlog って普段は1本30分ぐらいでその10日間とかギュッとまとめた Vlog をお届けするんですけれども、アイスランドって本当にね回るスポットむちゃくちゃ多いので、それ1本だともう語りきれないというか、確かに、うん、もう皆さん情報もパンクしちゃうんで、今回は前半と後半に分けてお届けしていこうと思います。そしてさらに今回はその Vlog だけでも詰めきれない情報っていうのがあって、例えばアイスランドで行くべきレストランとか、入れるべきスマホのアプリ、物資補給に使うべきスーパーとかっていうのもあるので、このあたりをアイスランド旅行のコツっていうものをまた1本動画で出そうと思ってます。さらにでアイスランドって行くべきスポットがむっちゃくちゃあるんですよ。あるある、本当に100個ぐらいあるので、 Vlog だとどうしてもそれを行った順で紹介する形にはなるんで、その100個ぐらいあるスポットの中でどこが僕たちゼオイケとしておすすめスポットかっていうところをランキング形式でお届けするっていう、このアイスランドで行くべきスポットランキングっていうのをまた別で動画で出そうと思ってます。そしてさらにいつもまあ旅行の Vlog に付属して出している Q&A、 皆さんから質問いただいた Q&A っていうものを出して、合計で5本このアイスランドで、はい、動画を作ろうと思ってますので、超大作だね。超大作です。今回もご無沙汰ぐらいになりそうだよね。いや本当にやばいよ。もうこれゼオ家の冒険っていうよりさ、ジョジョの奇妙な冒険ぐらいさボリュームあるよ。いやそうジョジョの奇妙な冒険も9部作だから俺らも5部作までアイスランドに張ってるね。張ってる。マジ
ジザワールドだからマジで本当に時を止まれだからマジでということで前置きはこの辺りにして氷と炎の国アイスランド、それではいってらっしゃい。デイ1、まずは大事な旅の準備。空港近くのレンタカーショップで車を借りて、首都レイキャベク近くで食料や旅に必要なグッズを買い込みました。アイスランドでのドライブは広大な土地をひたすら進む一本道が多く、レストランやお店も多くはないので、車内で眠気覚ましに飲むドリンクやスナック、トレイルの時に食べるチョコレートなどしっかり買い込んでおくことをお勧めします。まさに開封したての新品のゲームのように、これから始まる冒険に胸躍らせる主人公の気持ち。この日はレイキャベクで買い出しをした後に、そのまま最初のスポットであるセララントスポスへ向かいました。この滝はよく家の Amazon TV のスクリーンセーバーで出ている場所で、ずっと行きたかったんだよね。はい、ということで、今ね滝下まで来まして、こっからガチのガチで裏側に行こうかなと思ってます。めっちゃ綺麗だねすげえ綺麗、いいぐらい綺麗だけど、うん、そしてね、今夕日がちょうどあそこに沈んでるとこなんで、今ベストなんでね、もう間もなく沈んでしまいますので、急いでちょっと行こうと思います。うわ、滝の裏来たけど結構意外と濡れない感じで、すごいすごいすごい、うわ、はい、ということでね、滝の裏来ることができました。僕のね、テレビのね、スリープ画面に映ってる映像がね、現実で見ることができて、もう本当に感無量です。ここはね、本当に一緒に一度は来るべき場所かなと思うんで、ぜひとも来てみてください。セララントスポーツのすぐ横にあるこの滝も押さえておきたい。ここは洞窟の中に滝が流れ込んできて、滝下で大迫力の景色を見ることができる。ずぶ濡れになる覚悟がある人はぜひ行ってみてほしい。さあ、みんなさあ、ズブズブに濡れてるじゃん、ね、これ入っちゃうとさあ、すげえ濡れちゃうんだ、やばいな、すごい、なんか違う世界が広がってる、ほんとだ、すごい。その夜、思いがけない景色が僕たちを待っていました。うわー、隅すごいね、バキバキにオーロラが見えてる。あー、やばい、てかなんか増えてる、うわー、隅やばいくね、これ。うわ、やば、超すごいんだけど、うわ、揺れてるよね、これすごい、すごすぎるんだけど。デイ2、早朝からセララントスポスの近くのホテルを出発して、今日の目的地スコウガフォスへ向かいました。この滝はアイスランドでも 1,2 を争う有名な滝で、たくさんのツアー客で賑わっている。シーズン問わずに見に行けるのでおすすめだね。スコーガフォスのすぐ近く、クビレヌスフォス、ここもノーハイクで見ることができて、ぜひ押さえておきたい。
この滝は周りの地形の美しさも含めて個人的にはアイスランドで一番心を打たれた滝の一つ。これさ、結構さ、手軽に見れるのにすごい規模だね。駐車場から3分歩いてこの規模の滝が見れるってのはマジすごいな。びっくりじゃない、この地形とさ、うん、鳥がいっぱいいるね。鳥の小ささで違和感が分かる、うん、ね、これはすごいな。すごい、これ音がやばいね。これすごいな。アイスランドは滝以外にも多くの見どころがある。南部地方の一つの目玉はこのソルヘイマ砂漠の墜落機。約50年前に墜落したアメリカ海軍の航空機が今もその原型を残したまま見ることができる。ジャスティン・ビーバーの PV にも使用され今では有名なスポットになっているものの、実際は頑丈な飛行機の機体が空中で凍り墜落するほどの環境なので要注意。行く際には駐車場から往復のバスが出ているのでそれを利用するのがおすすめ。よし、バスでさ、なかなか快適に来れたね。結構これ、歩いてくるとね、30分、40分ぐらいはかかるから。あるよ、地味に長い。長かった、長かった。よかったよかった。バスで短縮するのは、往復で2900円しないぐらいか。うん、2500円ぐらい。2500円ぐらい。うん、ありだよね。体力を温存するにはありです。アイスランドはね、歩きますから。氷河地帯へ向かう道中に立ち寄ったのはここ、レイニスピアラビーチ。ここは黒い砂浜とユニークな形をした岩、そして大迫力の波が押し寄せてくる。アイスランドの観光地でも人気のスポット。そうそう、これね、今最近取り付けられたアラートらしくて、この信号で危険な人、そうじゃない人、ハザードがたかれるらしいよね。今日は黄色だからぼちぼち危険、ミディアムハザード。私たちが今ここにいて、レッドだったらもう、はい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 、ここにすら行けないってことなんだ。ああね、へえ。確かに波マジで高い。びっくり、やばいよね。いやね、てか人より高いよね。わかるわかる、なんか飲まれんじゃないかっていう、ね、ここだけセキュリティがいるのも理由がわかるわ。わあ、すげえ人いるけど、あそこすごいよ。あ、宮の
あそこね、グリーンの日はあそこの奥行けるんだよ。で写真が撮れるんだけど、今日はイエローですね。人多いな。ちなみにここ SNS で見てると本当に波に飲み込まれてる人が多いから注意が必要。この後僕も思わず波に飲み込まれそうになってガチで焦った。危ねえ、今気づかなかった。ここまで来た。こんなになるんや。よかった、焦った。焦った。城の人が笛、なんか口笛吹いてくれたから気づいた。あーね、写真撮ってたらここまで来た。あの人ズブズブ濡れちゃってたね。ここまで来るとは思わなかった。あそこまで来てる。ほんとだ、あそこまで来てる。SNS でさ、よく濡れてる人見てたけどさ、こういうわけなんだね。いきなり来るんだ。あの人チャレンジャーなんだから、本当に。あえて濡れても OK だね。すごい。あの人勇者だな、マジで。勇ましいもん、もうなんか、なんか絵が神々しい。ここがね、ブラックビーチだったんだけど、結構波の迫力がね、多分世界一ぐらいすごいある。マジでここより波すごいとこあんのかなってぐらいあって、あとこのね、奇岩というのが溶岩でできた洞窟、岩が古くある場所で人気な理由もね、分かったかなと思います。波を見てられる。そう、波の迫力がすごすぎて、しかも結構ランダムにむっちゃ強いやつとか穏やかなやつとかって、そう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 、ずっと見てられる感じでね、サクッと見終わるのかなと思いきや意外と1時間ぐらい、1時間ぐらい見ちゃったね。見ちゃったね。アイスランドの冒険は広大な自然に囲まれた一本道をひたすら進んでいくんだけど、本当にこの国は現代社会から離れて、この地球上の生物の位置に戻れたような気がして心穏やかになることができる。次に訪れたのはここ、フィズラオルグルーブル峡谷。長さ 2km、谷の深さは最大 100m ある羽と川の峡谷と呼ばれる場所。約200万年前から数千年にわたって氷河から流れ出る水が岩を削り形成されたというので驚き。はい、今ね、渓谷にさっき行ってきたんですけど、本当に超規模がね、本当にでかくて、世界でも本当にここしかないんじゃないかなと思います。人も少なくて潜入できて、この大絶景をね、存分に独り占めすることができました。そういうのもね、アイスランドの魅力なんじゃないかなと思います。Thank you.
はい、ということで5時間のドライブを経てようやく宿に到着着きました。この宿かなり綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗、うん、結構広い。うん、朝食付きか。いい宿ですねこれは、間違いなく。よし、ここでちょっとゆっくりしましょう。ふう、お疲れ。Day4、 氷河地帯。ついにアイスランドのお目当てのスポットの一つ、氷河エリアにたどり着きました。ヨーロッパ最大の体積を誇るバトナ氷河はアイスランドの国土の 8% を占め、映画インターステラーや007、バットマンビギニンズなど数々の名画のロケ地にもなっている。周辺ではバラエティに富んだ絶景とアクティビティを堪能することができ、アイスランドに来た際にはぜひ訪れたい場所の一つ。今日訪れたこのスカフタフェル氷河は、山脈の上に積もった氷河がせき止めきれず流れ出た逸流氷河と呼ばれるもの。火山性の黒い砂と氷河が織り交ざった迫力ある景色を間近で見ることができる。この後やってきたのはヨークルサルロン湖、アイスランド最大の湖で、ここではなんと氷河とともに野生のアザラシが見れるから驚き。あそこいるのアザラシだよね。すごい。みんなさ、死んでんのっていうぐらい何も動かない。ほんまたまにしか動かない。ずっと寝てる。動いた動いた、カイカイしてる。あの子はずっとカイカイするよね。かわいい。すごいポーズしてる。今望遠で撮影中。めちゃくちゃ可愛いんだけど。たまにしか動かなくて可愛いよね。ずっと寝てる。ほんと寝てる。餌とか食わないのかな。見て見て。この顔。可愛い。超可愛いんだけど。やば。こいつ寝返りもんな。おじさんみたいな顔してる。可愛い。なんかお腹に手当ててんのね。こんな顔してたんだみんな。さっき望遠レンズでさ全員の顔を撮ってたからさ、うん、こうやってちょっと今透明で見てても、うん、誰がどういう顔してるかっていうのは分かる。あ、分かる。ヨークルサルロン湖のすぐ隣にあるのがここ、ダイヤモンドビーチ。
ここは湖から海に流された氷河たちが波に押し返されてビーチに氷河がゴロゴロ落ちている場所。潮の満ち引きや気候によって氷の落ち具合は変わるんだけど、今回僕たちが10月早朝に訪れた時はどっさり落ちていて感動だった。すごいね、めちゃくちゃ氷ある。でかい、でか氷、氷河の一部です。氷河に触れるなんてね、ゴロゴロ落ちててさ、今日はすごいな。もう海と比べてでかさがわかるもん。アイスランドやっぱすごいね。なんかちょっと本当申し訳ないけど、世界中の全てのスポットの中でも一番規模はでかいな。だってこんなさ、ありえないでしょ、こんな氷河がゴロゴロ落ちてて。こんなだってありえないよ。すごいよね。鹿さんじゃん。あ、こっちだ。すげえ、すげえ、超すげえじゃんこれ。気をつけてね。すげえ、これは超すげえ、これは超すごいじゃん。俺何の SNS でも見たことない、これは。どの映像でも見たことない。初めて見たこれ。おお、すげえ跳ねてるよ。Oh my gosh。デイ5アイスケーブ探索。この日はツアーに参加して自分たちだけでは入れない氷河地帯の奥地、氷でできた洞窟アイスケーブに探索に行きました。映画インターステラーの惑星探索の気持ちをリアルな大自然で味わえるから刺激がやばい。めちゃくちゃ寒い。このアイスケーブ、冬の間だけ見ることのできる自然の洞窟で、一見地盤がしっかりしてそうにも見えるんだけど、プロの専門家がいないと絶対に行ってはいけない。氷河の形や気温や天気、氷河を流れる流水の影響で毎日コンディションが変わって、洞窟の天井や歩いている地面が崩れ落ちることがあるんだって。アイスランドの氷河は密度の高い箇所は青く美しく見えるので、専門家の指導のもと、このスリルと自然のアートを楽しんでいこう。そしてこの氷河地帯ラストを飾るのはフィアルサルロン湖。ここは氷河地帯の中でも青く澄んだ巨大な一流氷河を見ることができる隠れた名所となっている。氷河の高さもここ一帯で一番高く、アイスランド南部で一番感動した景色の一つだった。
うわーすごいねこの氷河地帯。すごいね、うん、さっきのエリアから車で5分ぐらいで、ね、5分ぐらいで、うん、氷山もそうだし氷河っていう感じだね。あのこうなんでクレバスっていうのかな、氷の割れ目がねすごいね。なんか雪山とかは行ったことあるけど、うん、独特な形というか。そうだね、このアイスランド独特のね、うん、ここ初めて見た。乗れた？うん、滑らない？滑るよ、滑る。いや、そりゃ滑るよ。気をつけてね。怖いわ。いや、だスパイク履いてるからこけると思うよ、普通に。やめるわ。ああ、写真撮ってあげようか。うん。楽しかったよ。あ、そう。うん、あんな分厚い氷の上にさ、うん、経験ってないから。確かに、うん、スパイクあったらもっと楽しい。そうだね、なスケートしてみたいね。スケートしてみたい。この上でそこに、あそこでウェディングフォト撮ってる人いる。まあめっちゃロケーションとしてはいいけど結構寒そうだね。まあでもああいうアイデアもあるってことだね。ということでアイスランド旅行リングロードトリップ前半ということだったんですけれども、改めて今回行ったスポットを紹介していこうと思います。このアイスランド全体が北海道の 1.2 倍くらいの国土となっていてかなり広いんだけど、西にあるケプラビーク空港から出発して首都のレイキャビクへ行って物資補給、そして南側の滝がたくさんあるエリアやそのまま5時間のドライブで氷河地帯に行きましたという感じでね、デイ5ということで回ってたんですけれども、だいたいこのエリアがアイスランド旅行行く人にとってメジャーなスポット、メジャーなルートっていう感じになるんで、アイスランド旅行をまあなんとなく考えている方は今回の Vlog のスポットとかを見て参考にしてもらえれるんじゃないかなと思います。もう日本語のサイトとか情報ってマジで少ないんで、いや本当に本当に少ない、本当ないよね。そうなので、もうこのね Vlog がね絶対ね参考になるかなとは思ってます。スミちゃんはなんか今回前半で気になるスポットあった？いやめちゃくちゃあるよ。で特に気になるところが2つあって、はいはい、1つ目があのアイスケーブ、氷の洞窟のところ。もうあんなね幻想的な氷のできた洞窟なんて人生で行ったことなかったし、もうすごい感動的な経験だった。で2つ目がダイヤモンドビーチ、はいはい、ビーチに氷河がゴロゴロ落ちてるなんてもうアイスランドしかないから、うん、これもう本当に感動した。あのまずそもそもビーチに氷河落ちてるっていうのもわけわかんないし、あそこアシカさんもいるし、そうそうそう野生の、うん、どんな場所やねみたいな。あれ頭本当追いつかないし。そう、私たち計3回ダイヤモンドビーチに行ってて、すっごい大きい氷河が落ちてる日とコロコロしてる日があって、なんかそこも面白かったね、うん、そうだね、うん、日によってこういろんな景色を見るってことで、うん、なんか行っても飽きないっていうのが、まあ、ダイヤモンドビーチはね、うん、結構良かったね、うん、ちなみに全く氷が落ちた日も ありました。そう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 、それもね一応どっかで解説はしようかなと思うんで、うん、はい、そうだね、そう、どこの 時間帯に行けば一番ゴロゴロ見れるかっていうのもね紹介しようと思います。この後アイスランドの後半戦としては
今西から南に来たので、この後東のエリアと北部のエリアをこう回っていくっていうような形でアイスランドをぐるっと一周お届けしていこうと思います。特にねこの西側は僕たちが世界旅行の中でも一番辛かった溶岩と滝のエリアがあるので、ここから後半戦がスタートするっていう感じになっております。でさらにこの北部の地域っていうのは全然人がいなくなるんで、本当に広大な雪景色とかもう見たことない、他の惑星かって地球とは思えないような景色を見ることができるので、本当にねこれ僕が車を運転しててその景色を見た時に涙がボロボロ出てきて、本当にこの世界旅行ってこういうことがしたかったんだっていうような本当に感動したエリアになってくるので、ぜひともねチャンネル登録とあと通知ボタンを押して次回の動画を見逃さないようにチェックしておいてください。はい、それでは次回の旅でお会いしましょう。人生は自己実現と家族孝行、強権の冒険は続く。Just a summer, 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 summer,